三代目、中村歌右衛門とは、江戸時代に活躍した歌舞伎役者。野号は香谷、拝名は、歌七、倍力、士官。願号百儀縁。本名、大関一兵衛。幼名は福之助。初代、中村歌右衛門の子。大阪に生まれ、天命八年三月二十歳で、香谷福之助を名乗り、京都の妻田雄座で、初舞台を踏む。翌年には、 大阪中の芝居に出る。完成2年10月、父歌右衛門が死去し、翌月に、父の門弟が名乗っていた、歌右衛門の名跡を譲り受け襲名する。今日は元年11月より立ち役となり、二代目、嵐義三郎と競い合い、大阪で人気を2分した。文化5年江戸に行き、中村座に出て、大当たりを取る。その後踊りの名手三代目、坂東三五郎と競い合い、 江戸でも人気を博す。文化15年2月に中村士官を名乗るが、翌年大阪で歌い物の名に福祉後立ち役を務める。文政8年に一度引退工業を行うが、すぐ舞台に復帰する。評判期には、文政10年に無類、天保3年には、古今無類総芸とを受ける。しかしこの頃から、病気がちになり、天保7年門下の二代目。 中村氏官に歌いもんの名を譲り、自らは中村魂と名乗った。その2年後大阪でボす。ス。去年61。当たり役は、一の谷二葉軍旗の熊谷直兼、吉経千本桜の玄郎狐、金出本忠臣蔵の低九郎、老門五十三りの石川五右衛門、墨田川族面影の宝海坊、五代力恋い館の安家など。外方、立役。 若し方、実事、お山の役を、時代もの世話もののわけ隔てなくこなす万能型の役者で、その方は後に、倍玉型と言われた。諸作時にも優れ、変化舞踊を三代目三つ五郎と競って上演し、それら諸作時は、越後実史などをはじめとして、今に伝わる。狂言作者としても活躍し、金沢龍玉の名で、元の頼りなどを残している。ありがとうございます。